どうもお世話になっておりますテッシーでございます。はじめましての方ははじめまして、テッシーと申します。以後お見知りおきようでございます。今回ゲーム実況させていただくゲームはドリームマスターです。1992年発売、ナムコット、旧ナムコの時のゲーム開発部みたいなところでしたっけ、ちょっと間違ってたらすみません。1992年ですので、ファミコンとしては後期最後の方のソフトですよね。確かスーパーファミコンが1990年頃発売なので、まあスーパーファミコン発売されてからはやっぱりそっちのソフトが主流になりますよね。まあその中での発売ですから、なんかちょっと勝手にハードル上がってますけれども、実際プレイすると面白いですね。自分も一回クリアしただけなんですけれども、なんていうかこれがまさしくレトロゲームの王道だみたいな感じ、まさにザ・レトロといった感じがいいですね。では早速プレイしていきましょう。ドリームワード、ニューゲーム、メッセージ、メッセージ早いでいきましょうね。でニューゲームですね、はい。あなたの名前を決めてくださいと、もちろんこれいつものようにカタカナあるんでね、カタカナでテッシーでいきましょう。終わる。あなたの好きなお姫様の名前を決めてくださいと。そう、お姫様も出てくるんですよね。そうそう、どうしましょうかね。あ、こっち、そうっすね、はい。でプレイしたのね、やっぱり少ないんでね、ちょっといろいろゲームもしてて、もう新しいゲームとかいっぱいスーパーファミコンとか出てきてた頃だったんで、そこまですごい時間かけられない。まああと中高と高校までいかないか、だからもう学年上がっていくといろいろ忙しいじゃないですか、塾とかね、そういったものがあったんでね、やり込んではいなくて、内容はそんなに覚えてないです、はい。まあですので、まあ初見ではないですけれども、まあ初心者気分でねやっていければと思います。終わる。ここは ここは水と緑に囲まれた平和な国オルタリア王国。あ、そうで、これ RPG 基本要素は RPG ですね。で、あの、私の動画、他の動画見ていただいている方はお分かりになってると思うんですけれども、これスーパープレイとか、なんか完全コンプリートとか、なんとか縛りとか、そういったのはね、一切やってないです。普通にプレイしてね、普通にクリアするといったね、もうほとんど 99.9% 自己満足のね、でプレイして、まあ、自分が楽しむっていうのが一番最初の目的というか、一番の目的なので、根底にある。ですので、まあ、お付き合いいただいて、まあ、楽しんでいただければとは思います。はい。で、オルタリア王国。オルタリアは国王アキナスの優れた力により長い間平和が続いていました。アキナスには今年16歳になるカチュアという美しい姫がいた。美しい。アキナスはカチュアをそれは可愛がり、カチュアは国中の人気者でした。ある日、オルタリアにブラックマスターと呼ばれる邪悪な老人が現れ、こともあろうにカチュア姫を自らの手で作り出した悪夢の世界ブラックドリームへと引き込んでしまった。放っておけば姫は眠り続け、やがて死んでしまう。国王アキナスは嘆き悲しみ、国中から凄腕のドリームマスターを呼び寄せ、ブラックドリームからカチュア姫を救おうと試みた。ドリームマスターとは、人々の病んだ心に入り込み安らぎに導くことのできる者たち。
しかしブラックドリームの中に入っていったドリームマスターたちは誰一人戻っては来なかった。打足ですけれども、この後ろにいる白黒になってるお姉さん、これもドリームマスターなんですけれども、結構好みのタイプですね。ここはオルタリア城アキナス、アキナス王の部屋。3番アキナス入りますみたいな感じで。美味しいっすよね、ナスね。お、クリートか。オルタリア一のドリームマスターさえもまだ眠りから覚めぬ。このまま戻らないとなると、カチュアの命が危ない。王様、私が聞いた噂では、オルタリアの南の砂漠を越えた森の中に、究極のドリームマスター、無限老師という老人がいるそうです。もしや、その男ならば、カチュア姫をブラックドリームから救えるのでは。しかし、ここより南は果てしない砂漠の広がる危険な地域。一体誰があの砂漠を越え、無限老師とやらを呼びに行けるのじゃ。てんてんてん。この絵隊長、クリートにお任せください。お、クリート、行ってくれるか。頼む、その無限老師だけが最後の頼みじゃ。は、このクリート、命に代えて必ずや無限老師をお連れいたします。出てったで。一礼して、いいですね。こういうね、細かいところも好きですね。制作しているスタッフの人のちょっとした配慮じゃないですけど、意気込みを感じるというかね。クリート渋いっすね。隊長ですから、こんぐらい30前半ですかね。旅だったこの絵隊長クリートは苦しい旅の末、ようやく南の森にたどり着いた。ここは究極のドリームマスター無限老師の家。今無限老師は弟子のテッシーにその教えを説いていた。テッシーはドリームマスター無限老師の弟子ですね。よいかテッシー、わしらドリームマスターは人々の心を安らげと平和に導くことが使命じゃ。病んでいる心を治すときのみその力を使うのじゃ。決してその力を悪用してはならぬ。よいな。ここでクリートっすよね。どうした。む、その男は。私はクリート、オルタリアのこの絵隊長。あなたが無限老師様。いかにもわしが無限老師。このわしに何かご用かな。そんなボロボロの姿になってまでわしに会いに来たとは、よほど大切なことじゃな。老師様、お願いがございます。オルタリアのカチュア姫をお救いください。ブラックマスターと名乗る男にかけられた悪夢に姫の命が尽きようと。カチュア姫を必ず救ってください。私はもうダメだ。この絵隊長クリート、お前の勇気決して無駄にはせぬ。せめてわしらが手厚く弔ってやろう。テッシーよ、ブラックマスターは邪悪な心を持つ男じゃ。やつは暗黒の世界の夢使い、人々を不安と恐怖に落とし込む男じゃ。やつは全ての美しいものを憎んでおる。急がねばカチュア姫の命が危ない。しかし年老いたわしの力ではやつと直接対決はできぬ。テッシー、お前がわしの代わりにブラックドリームに入って姫を救うのじゃ。って感じですよね。まだ弟子だしみたいな。ブラックドリームは恐ろしい悪夢。壁にはすべてもやがかかり、その壁にぶつかれば命が少しずつ減ってゆく。怖いっすわ。なんでこれから行こうとするものを脅すっていうかね。まあこれ説明なんですけれどもね、ゲームの。そして暗いもやの中からは敵が忍び寄り襲いかかる。命が少ない時は避けることも必要だが、敵を倒して得られる技ポイント、急にここからチュートリアルっぽくなるっていう技ポイントっていうのが得られるそうです。これを稼ぎより強くクラスアップせねば、ブラックドリームを攻略し姫をお救いすることはできぬ。さらにブラックドリームの中にはよく見ないと見落としてしまいそうなスイッチがある。よいかですし、
自分の目と耳だけが頼りじゃ、頑張るんじゃぞ。明日は早く旅立とう。今夜は明日に備えて心と体を休めておくのじゃ。でバーってね説明されてね、無限同士とテッシーはクリートの亡骸を手厚く弔い、静かに眠りにつきましたと。まあいろいろ無限同士さんから教えてもらってチュートリアル的なものもありまして、テッシーはベッドに入り静かに眠りについたと。で今までのがねオープニングでして、こっからまあゲームが始まるといった感じですね。クククッ、無限同士の弟子やと笑わせるな、コアッパ目が。わしの名はブラックマスター。貴様ごときに花鳥姫が救えるものか。貴様がどれほどの力を持っているか試してやろう。クククッ、わしのブラックドリーム時と味わうがよい。さあこっちへ来いテッシー。おお、魂が抜かれる。クククッ、テッシーよ、お前がしてきた修行がどんなに無意味だったか思い知るがよい。ここはわしの作り出したブラックドリームの中、この村はキルクルという小さな村じゃ。説明してくれるんですよね、わざわざ。ちょっと優しいみたいなね、ブラックマスター。最近この村にある洞窟の中から女の悲鳴が聞こえてくるのじゃ。村人は洞窟の怪物を恐れて誰一人として洞窟に近づく者はおらぬ。テッシーよ、ブラックドリームの中ではお前の命すらわしの思うがままじゃ。テッシー、今回のブラックドリームでのお前の命は50エネルじゃ。そして持てる道具は8個までじゃ。クククせいぜい苦しむがよい。ヒャーヒャヒャヒャーヒャヒャ言ってますけどね、結構説明してくれましたよね。キルクルの村、あ、ステータス出ました。ティッシークラス1、命50、まあ命エネルっていうのが HP ですね。クラスアップまで8ということですね。じゃあ話、お、洞窟の中で光っているのはアイテム、そして落とし穴はヒューヒュー、敵はガサガサっていう音がするんだ、注意していけよと。まあ初めの村っぽいですよね。んこれ、あ、 B でアイテム見れると。で、薄い服、強さ3、じゃ、取る取らない。このじゃって、これね、ブラックマスターが全部言ってるんですよね。うーむ、薄い服を手に入れおったか。この世界ではアイテムは置いてもなくならずにその場に落ちているの。だから後で来てまた拾うことができるのよ。お願い、洞窟の女の子を早くギロギスから助けてあげて。ギロギス、ギロチンみたいな名前ですね。まあどういうことかというと、この薄い服を置く、こういう好きなところに置けるんですよね。なんか面白いですよね、普通の RPG にはない感じで。でまた取ることができると。でまあこれ装備使うで、多分装備ですよね。装備しますと。ここはキルクルの村よ、私たちこの村から一歩も出たことないのよ、この狭い中で。自給自足なんでしょうかね。わしがあと30歳、いや40歳、50歳、いやいや60歳、もう一声、70歳、まだまだ80歳、ええ持ってけ泥棒、あと100歳若けりゃ女の子を助けに行くのに。え、そんな気ないくせにじゃと。ピンポンじゃと。ほほほ、はい、ポーションがある、取るのか。取る。うーむ、ポーションを手に入れよったかと。ブラックマスターのじいさんがいろいろ置いといて、逆に置いといてくれるみたいなね。怪物は姿を見せずに近づくけど、足音がするから気をつけていればわかるんだ。それとダンジョンで壁に当たった時にたまーに他の壁と感触が違う壁があるんだ。そんな壁はダミー壁だぜ。ダミー壁ですね。結構忘れてるっすね。大型ナイフ、強さ4じゃ、取る。大型ナイフ、怖いっすね、大型ですよ。銃刀法違反ぐらい、うわー、閉じ込められた。あんた洞窟に行くの？すごい勇気だな。よかったらうちの武器持って行ってよ。手に入れた武器やスポークはすぐに装備しなくちゃ役に立たないからね。RPG あるある。まあ装備はしましたと。ん？で装備してポーションもありますからね。これね、
アイテムが何のアイテムかって教えてくれないんですよね。これ使うと置くしかないですから。あんた旅の途中、旅の人はね、まあうちでゆっくり休んでいきなと。あ、ここはまあ宿屋的な感じのところですね。でまあこれ、まあここだけ見ると普通の RPG ですよね。アイテムが置けるみたいなね。この子の洞窟から女の子の悲鳴が聞こえるんじゃが、洞窟にはギロギスがいて恐ろしいので誰も近づけないんじゃ。え、あんたあそこに行くのか。それなら絶対武器と防具を装備しなくちゃダメじゃ。ギロギスっていうやつがいるっていうことだけは分かってるんですね。見たことないんすかね、ギロギス。はい。でここがダンジョンですね。でここはまあ見て分かる通り普通なんですけれども、ここですよね、問題というか。これがね、あの無限老師が言っていた黒いモヤです。でモヤは何なのかっていうと、歩くまで分からないんですよね。でこうやって一歩一歩調べていきます。で分かったところはもう見える状態だと。このね、あれ今一瞬、あ、びっくりした、びっくりした、あれ、え、このカサカサって音聞こえるでしょ、聞こえますかね。あのコウモリ、今飛んでったコウモリはあんま関係ないっす。でこれ今見ました、壁に当たるとマイナス1、これ壁にぶつかるとあれ HP が減ります。ステータス見ると命が49になってるはずですね。はい、49になりますと。あ、これセレクトで見れますね。鉄矢迷宮1クラス1、命50分の49、技1、力11、守り8だと。これ今聞こえます？カサカサ。アウト。でこれね、こうほとんど覚えてないと一発でクリアできるかも怪しいですね。あれ？敵いないっすね。おうっす。お、あ、これ光ってるのはアイテムでした。ほら、これ。めっちゃ音するじゃないですか。これ次行くと敵がもうこっちにいますよっていうね。上にもいるし、左にもいるって。遠ざかるとちょっと音がちっちゃくなると。これめっちゃ音でかいんで、もういますね。あれ？まだいない？あ、ほら、移動、敵も移動します。ガンロックが現れた、初戦闘ですね。今ね、初回なんで、ちょっとゆっくりめというか、説明的にやってますね。で、戦闘もこれ面白くて、まあ、これ脱出、これ逃げるですよね、普通の戦闘で。でアイテムはアイテムですね。でサーチっていうのもありますね。で攻撃の方法が3つ、攻撃、これ通常攻撃で、牽制っていうのがあります。でこれが盾もあるように、これが防御攻撃みたいな感じですね。で突撃、これ突撃ですね何の説明にもなってないんですけど、攻撃はまあ通常攻撃ですね。まあさっきと一緒ですね。これをまあ、攻撃力5だとしたら、攻撃力5で防御が、まあ、5だとしたら、牽制は多分攻撃力3で防御が6か7ぐらいになるのかな。で突撃は多分ね、攻撃8から10ぐらいで防御が101ぐらいになるっていう感じですね。で命中率も牽制が多分一番高くて、攻撃も、攻撃が次高くて、突撃がね命中率あんま高くない気がしますね。そんな全然当たらないっていうほどじゃないんですけど、多分 7,8 割じゃないかっていうぐらいのイメージかなと。はい、よろしいですかね。で回避率も
攻撃の回避率も牽制が一番高いですね。でも攻撃あんま当たんないですね。でサーチっていうのがあるんですけど、サーチって何なのかっていうと、ガンロック右側にある命と力と守りがあるんですけれども、これをサーチすると、相手の能力をサーチするのと、あと相手これ攻撃するどこを狙うっていうのが出てくるんですよ。これいろいろあるんですけど、でこれ弱点とか弱点じゃないところとかあるんですよね。ですのでさっきのマップも見て分かる通り、もう最初からね全部知ってれば結構楽にクリアできるんですけれども、覚えてればですね、これ最初からやるとなると結構ハードなんですよね。ですので、まあ、そういった意味でも面白いかなと。これ多分ねここが弱点なんですよね、まあ、一応調べますかね。サーチ、命のポイントが分かった、力のポイントが分かった。あ、でサーチするとこれね、ターン消費するときと消費しないときがあるんですよね。ガンロックをサーチ、弱点が分かった、ほら角ですね。まああと守備分かってないですけど、とりあえず攻撃いきますか。ここで狙うと8ポイントのダメージ、攻撃9、結構強いですね。突撃しますか。じゃあ当たった、11、約 1.5 倍弱ですかね。ほら結構食らうじゃないですか。で残り1なんで牽制でかわさねえし、全然かわさねえし、これ6しか与えられないと、技ポイント2獲得とって感じですね。お、これは木の板がある、取る、なんだよ木の板って感じですよね。またいるね。ちょっとね待ってくださいね。これが落とし穴でスーッと音がするじゃないですか。これ落ちると普通に落ちますね。置くって、これで移動できるんですよね。ちょっといいっすか。できればねやり直しとかねあんましたくないんで、多分ねまだ最初のダンジョンはこういった宿屋とかがあるんで楽なんですけど、後になってくるとね宿屋とか回復の手段がない状態が多かった気がするんですよね。ですので動画としては失敗しました動画も多分あると思いますね。で上の階でなんかめっちゃくちゃ、これまたもちろん取ることもできると、取るともう一回次のとこで使えるっていう感じですね。で今上の階でなんか掃除やっててめっちゃうるさいんですよね。でここでそんなとこで何もないわけ、木の板を置くと、これ明らかにスッチですよね。なんかね壁にボタンがある場合押す、おお、あ、隠し階段か。ちょっと待ってくださいね、敵倒していきましょうか。ここら辺いましたよね、ほら音がしてたんで、モンスター出現で、これねもう2回目はもうほら当たらない、突撃当たらないでしょ、もう分かってるんで普通に戦うと、わざわざサーチをしないで大丈夫だと。サーチをするとねやっぱり、お、会心の当たりだって。サーチをかけてしまいますと相手の攻撃が刺さっちゃうことがあるんで、ちょっとね、で、ちょ待て、ちょっと一回一回止まっていきます。結構ねボス強いんですよ本当に。ポーションはまだ使えないんですよね。ちょっと一回戦闘ごとでねちょっと申し訳ないんですけれどもね。で大体ね一動画30分前後を目指してやってるんですが、長くなる時はありますね。今回初めての時とか、あと最後の時とか、はい。ですので今回ねやっぱりちょっと1回目ねそんなね長くないんで、
これでいける。おお、命のビンゴある。取るのか。もちろん取ると。お、わ、左探索しようとしたら出ました。まあ攻撃でいきましょうね。これかわせないんですよね。牽制だと結構かわせてたような気がする。お、かわしました。初めてですね。牽制でいきましょうか。 OK、 クラスアップまであと2ポイントと。あ、でも光ってないからあとはないっすね。いきましょう。おほ、びっくりした。クク、革の鎧持っておるかな。待って、革の鎧手に入れてないよ。ブラックマスター教えてくれるんすよ。っていうか、あそこの階段降りてなかったっすよね、言われてみれば。これ命の瓶とかも意味不明ですし、確か命の瓶は死んで生き返ることができるみたいな感じ。これ見るからにもうこっちダメっすよ。はい、ダメっすよね。ダメっすね。このね、かす、誰か助けて。ギギ叫んでも無駄だ。ああ、あそこがボスってことか。ってことはさっき言ったところから行けるってことですよね。え、じゃああそこ光ってんのはボスの後ってこと？うえー。お、敵出ました。ガンロック、まあまあ普通の攻撃で弱点で十分ですね。これ操縦じゃないかもしれないですね。なんか台風ですかね。ちょっと音が、お、いいですね。川島さんじゃないですか。 OK、 レベル上がります。クラスアップした。力、守り、このブラックドリームではこれ以上クラスアップできない。なんで知っとるんじゃっていうね。キャ、やめて。ゲーこっちへ来い。え、ちょっと待って、川の鎧ってどこにあんの。あ、やばい、誰か助けて。これ、まあまあさっきの、あ、いけす、あれですかね。あー、ダメだ。ちょっこういう下もダメっすよね。あれ、え、でもこれいけないっすもんね。これあれ、あれ、あれ、ここも行けなさそうですし、誰か助けて。あれ、お、見事な歩きじゃ。あ、そうだ、褒美に命を7増やしてやるかの。これ壁にぶつからないで歩くと、数歩歩いたりすると時たま、あのブラックドリームが、ブラックマスターが命を回復してくれます。ちょっと待ってくださいね。ダメっすよね。ちょっと待ってください。あれ、これダメっす。あれ、あ、そっか、いけないっすもんね。ダメっす。行くとこない。川の鎧、違うよ。あ、これもしかして、ちょっと待ってください。こっからいけるパターンとか、うわー、ないし。こっちか。じゃあ、くっそ、ういあー、でもこれ多分いけなさそうですよね、ここら辺は。そうですよね、上から多分行く感じなんで、
下から行けたらこの木の板とスイッチの意味がないですもんね。あれか、あの階段の隣か。そしたら全然もう忘れてますね。こことか違う、ここじゃないですか。あれ、ショートソード取る、これは装備しますね。革の鎧がないね。あ、あった、よかったよかった。これでショートソードも手に入った。使うと、よし、これでいくべ。これここですね、さっきのとこで33。まあいけるでしょう。行くぞ。出た、ボスの音。いい曲じゃないですか、ボス戦。グルル、貴様がテッシーか。ブラックマスター様から話は聞いているぞ。このギロギス様が地獄に送ってやる。死ね、テッシー。来ました。うわ、一つ目やろう。口のあたりはおどろおどろしいですね。で、まあサーチからね、いきますか。命50、まあ大したことない。うわ、力高っ。弱点弱点、これ以上はサーチできない。マジか。え、なんかね、記憶ではこいつの弱点なんか手、ここだった気がするんですけど、マジで。まあ、どこ行きますか。え、頭手行っときますか。11、岩石攻撃、どっちで避ける。左おお、マジか。ちょっと待って、無理じゃん。ポーション使った、47回復。あー、よかった、岩石やば。ちょっと待って、ここでいい。うわー、ちょっと待って待って、やばいやばいやばい、今度こそ左じゃん。オッケー。これ3分の1ですけど、実際には多分ね、突撃とかしてると多分当たりが1個しかないとか、そんな感じなんですよね。よしよし、いけるいけるいける、やばい。あ、マジか。時間、うーわ、時間制限ありですか。やば、これもうちょっと行くしかないですね。頼む、くっそー、避けてくれ。おっし、死ねい。うわー、くっそー、マジかー。お、あ、そうだ、命の、あ、よかった、勝った勝った、絶対勝った。命の瓶は復活ですね。よかった。あとはもう大人な勝ち方で。はい、3ポイント。あらーっと。うーし、よかった。お、お、お、お。あ、そうだ、ボス倒すと、こうやって全部わかるっていうね、ダンジョン。で、これは光ってたとこですね。髪飾りがある。取るのか。取る。テッシーよ、その髪の飾り、誰のものか分かるかな。そう、カチュア姫の文字じゃ。俺何も言ってないけど。このブラックマスターね、ちょっとね、俺なんかすげえ語ってるでしょ感がね、出てるんで、好きだからいいんですけどね。そう、カチュア姫の文字じゃ、このセリフ言いたいですよ、おじいさんなんですよね。お前の夢の中にカチュア姫を引き込み、ここに閉じ込めておいたのじゃ。美しいものはこのわしが全て滅ぼしてくれる。このブラックドリームでな。テッシー、目の前の壁をよく見てみろ。テッシー、これはカチュア姫の書き残した文字じゃ。助けてと書いてあるぞ。
いや、落書きにしか見えないけどね。多分暇だったから書いてたんですよね。一番右なんかペンギンっぽいですし、なんか真ん中とか丸バツ三角とかね、丸バツゲームとかねしてたんすかね。今頃カチオはどこをさまよっておるのかの。あれ、あで自由に動けるけど、多分これで、あ勝手に歩いてますね今。ティッシー探している人はいなかったんだな。でも元気を出しな、いつかきっと見つかるさ。ところでお前これからどうするんだ。お、お前なんか変だぞ。か体が、うわー、テッシー、そんなじいさんと仲良くなかったけどまあいいや、テッシー、これはほんの小手調べじゃ。クグ、カチオ姫を助けたブルクバオルタリアへ来いと。そう、今までのはブラックドリームの中での戦いだったんですね。おお、テッシー目が覚めたか。随分うなされておったが、一体どうしたのじゃ。何、ブラックマスターがお前の夢に現れた。しかし奴はカチュア姫の夢の中にいるはず。奴め、夢移動ができるのか何、ブラックドリームの中で姫の髪飾りを見つけたと。で、その髪飾りはどこじゃ。なんと目が覚めると全ての道具は消えていたと申すか。恐るべしブラックマスター。テッシー、わしらもオルタリアに旅立つぞ。そして無限同士とテッシーは灼熱の砂漠を越え、遥かな旅に出ました。カラスかわいい。無限同士とテッシーは苦しい旅の末、ようやくオルタリア城にたどり着いた。ここはオルタリア城、アキナス王の部屋。お、お、そなたが究極のドリームマスター無限同士か。よくぞ来てくれた。ところでクリートはどうした。そっちたちを迎えに行ったはずじゃが。それが砂漠の厳しさにすっかり衰弱して、うちに着いた時はすでに。そうか、クリート、カチアのためにすまぬ。このアキナス、お前のこと忘れんぞ。して無限同士、もう話変わってるっていうね。そっちの横におる若者は。この者はわしの弟子で、テッシーと申します。わしはブラックマスターに戦いを挑むには年を取りすぎてしまい申した。テッシーは年こそ若いが、その力はこの無限同士が保証いたします。この者が私の代わりにブラックマスターに挑みまする。本当に大丈夫かのう。名だたるドリームマスターでも未だ帰れぬというのに。ご安心くだされ、アキナス王。よし、わかった。こうなったら全てをテッシーお前に任せるぞ。早速カチュアに会ってやってくれ。よし、行くぞテッシー、お前が先を歩くがよい。あらららららという感じですかね。テッシー様、どうかカチュア姫をお救いください。テッシー、カチュアを頼むぞと。ブラックマスター、やつがこれほどの力を身につけていようとは。カチュア姫、どうかご無事で。まあ、早速姫に会いに行きましょうか。テッシー殿、カチュア姫をお部屋は東側の階段から行くのです。東の階段。はいはいはい、ブラックマスターは美しいものを狙うんですって。私も危ないかしら。うふっふっふん。テッシー殿、ブラックドリームは侮りなさるなと。ブラックマスターをやっつけてカチュア姫をお救いください、頼みまする。東の階段、こっちですかね。お、テッシー殿、カチュア姫を頼みましたぞ。あんなに優しくて美しいカチュア姫さんも許せん、ブラックマスター。カチュア、カチュア、みんな姫言って慕われてますな。今横に、横から来たよねこの人。横スライドしたよ。あなたが無限同士様の代わりにカチュア姫を助けてくださるテッシー様ですね。今までたくさんのドリームマスターがブラックドリームに挑みました。しかし未だ誰一人として戻っては参りません。しかし彼らの本体、魂の抜けた体はずっと眠り続けています。眠ったまま起きないということは、未だその魂はブラックドリームをさまよっているに違いありません。あの、他にもね、テッシーの他にもドリームマスターがいて、カチュアの夢の中にいると。で、テッシーも夢の中、カチュアの夢の中に入っていって、まあそこで出会ったりするっていうわけですね。まあ今回のもう物語として全部夢の中で冒険していくといった形ですね。
この城はあくまで拠点、単なる拠点みたいな感じですね。情報を得たりする、そういった感じですね。もしブラックマスターに敗れていれば、その体も消滅してしまうはず。ガータ、クリッカ、レイン、そしてシバン、ジャジャ、彼らも救ってやりたい。もう名前をもう5人言われても1人も覚えてらんないよ多分。彼らの体は左の階段の先の地下室に寝かせてありますと。まあ、姫取っとこうか。ドリームたち、ドリームマス、ドリームたちになっちゃった。ドリームマスターたちはこの階段の降りた部屋で眠っています。額縁のようなものを調べてください。テッシー、わしはここでカチュア姫の様子を見ている。なんでなん？姫見たいだけじゃん。無限同士一応こっち来てよっていうね。どうぞみんなの名前を覚えておいてくださいと。グーグー、これ額縁これか。ん？ドリームマスタークリッカー、20歳、マスターレベル6と書いてある。これ全部グーグーグーですね。ドリームマスターキラ、ヘルシング。あ？キラーヘルシング、35歳、マスターレベル5。名前超かっこいいのにすげえ弱くね。35歳でレベル5っすよね。これ20歳でレベル6ですからね。キラーヘルシング。ドリームマスター、ログバルディ、26歳、マスターレベル2。まあ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 、これから、うむむってなってる。まあ、大気晩成でこれから伸びるんですかね。めっちゃ寝てる。ドリームマスター、ソードロス・ガータ、33歳、マスターレベル9と書いてある。うむむ。ドリームマスター、レイン・サーフラス、19歳、マスターレベル15、優秀や。スースー、女子ですかね。ドリームマスター、マッスル・シバ、40歳、マスターレベル13、おお、ベテランじゃないですか。グググ。うむむ。ドリームマスター、じゃ、80歳、マスターレベル30。もう、賢者。やばい。ドリームマスター、プリームデリン、60歳、マスターレベル11。もう、60歳でレベル11はきついね。グググ。スースー。ロロンゴ、38歳、レベル12。グググ。レゲガナ、25歳、レベル10と。なんかのこれやばい施設ですよね。ゲームじゃなかったら。まあ、姫に会いに行きましょう。で城はもうこんだけなんですよね。ですので、多分。お、テッシーよ。わしが今調べたところ、姫を捉えているブラックドリームは、相当に厚く深い、このブラックドリームから姫を救い出すのは、並大抵のことではないぞ。覚悟は良いか、テッシー。さあ、こっちに参れ。テッシーよ。ブラックドリームの中で見えない壁にぶつかる。それ聞いた。そしてブラックドリームの中では周りの景色に注意し、少しでも周りの景色と違うものは見逃さずにチェックするのじゃ。同じように見えてもよーく見るとすれ違ったりするからな、見逃すなよ。そしてブラックドリームの中では周りから聞こえる音に注意するのじゃ。ガザ、聞いた。これも聞いた。お、今から言うことが一番大事なことじゃからよーく聞くのじゃぞ。ブラ、聞いた。技ポイント聞いた。何その振り。クラス男女遅れた。お前とても。まあ、だからレベル上げしろってことですよね。はい。焦れば、己の血を消耗。ブラックドリームの、わしが結界を張った、おお。ひそかに、わしが結界を張った場所がね、ひそかにって。バレてる。その魂の泉までたどり着けば、わしが命を回復してやろう。ただし、それは一つのブラックドリームにつき、一回切れちゃう。ブラックドリームの中では、わしの力もそこまでしか及ばぬ。良いからし、ブラックマスターは手強い。しかし、この無限の死は常にお前の心の中にいるのじゃ。それを忘れるな。旅立つ前に念のため、ここでドリームワードを聞いていくが良いということでして、このドリームワードが、まあ、いわゆるパスワードですね。ドラクエ1とかドラクエ2みたいになった感じのパスワードで、ただね、めちゃめちゃ簡単です。聞いていくが良いと。テッシー、カチュア。呼ぼう。
何これ LINE じゃないですか。ちょっと飲み会するテッシーカチャ呼ぼうかみたいな感じで、はい、呼ぼうはてなということですね。はい、もう一度電話、いや聞かなくていい、テッシーをこのまま旅に出るかと。あ、じゃあもちろんやりますね。そうしましたらね、あの次の動画こんな感じでね、2回目も進めていきますんで、ちょっとね1回目ということで45分とかすごい長くなっちゃってるんですけれども、1回の動画としては30分目指してるんですが、まあ、ちょっとドリームマスターね、ちょっと区切り区切り一個一個のね、ドリームごと、ブラックドリームのね、どんぐらい時間がかかるかっていうのが読めないので、ちょっと変動するかもなんですけれどもね、なんとかお付き合いいただければと思います。では、ここまでねご視聴いただきありがとうございます。テッシーでした。失礼いたします。